赤島白髭エビ、学名リスマタアイネンシスは、十脚目も、エビ科に分類されるエビの一種。熱帯の珊瑚礁域に生息し、鮮やかな体色と魚類の体表を掃除する行動が、知られる。赤筋もエビの別名もあり、こちらを主として記載した文献もあるが、和名が似た、赤島もエビエルビタタ、赤もエビエル空間ソライという同族種がおり、混同しないよう注意を要する。 生体は体長40から60ミリメートルほど。画角,角は長く、上側に6個、下側に3から4個の歯がある。上側の最後の1個は、他の5個から離れ、複眼よりやや後ろの東京工場にある。第1、第2歩客は先端に小さなハサミがある。第1歩客は、第3学足よりも太くて短いが、第2歩脚は、歩脚の中で最も細長い。また、 第2保脚の腕節は19から20節に分かれる。生児の体色は、背中の中央、触角、第三角足が白く、背中の白線を挟む太や顔びがあり、体の覆面は、高褐色である。分布域は広く、インド太平洋のほか、カリブ海にも分布する。タイプ産地は、モルッカ諸島、アンボンで、種商名アイネンシスも、アンボイナにすぐのイである。 日本でも暖流の影響が強い房総半島以南の太平洋岸で見られるが、本州では水温が下がる冬に姿を消し、夏に再び姿を現すところが多い。これらは無効分散による一時的な定着と見られる。浅い海の岩礁や珊瑚礁に生息し、岩穴に数匹で潜む。また、畑ごいそ銀着類と共生することもある。 岩穴は様々な魚の住みかにもなるが、赤シシラヒゲエビはこれらの魚の体表を這い、食べかすや寄生虫などを食べて共生する。ウツボやハタなどの大型肉食魚も赤シシラヒゲエビを捕食することなく、おとなしく体表にエビを這わせ、掃除をしてもらう。捕食されない理由は、エビの特徴的な体色と、白く長い触覚を振り回す動作が、 標識の役目を果たすためと考えられている。赤島シシヒゲエビが生息する岩穴では、掃除をしてもらうために、様々な魚が集まり、順番待ちをすることもある。赤島シシヒゲエビの他にも、白星エビオトヒメエビ魚では、ベラ科の海水魚本染分けベラなど、魚の体表を掃除する動物はいくつか知られており、これらは、クリーナーと総称される。 鮮やかな退職と掃除行動から、スクーバダイビングや、水族館等での観察対象としてもよく利用される。ABCDE 三宅貞義、現職日本大型高カ類図鑑ズ館 I1982 年保育者、ISBN45 億8630万620、ABCDE 小林康政、山系ポケットガイド16海辺の生き物2000年山と、 警告者 ISBN46 億3 5 0百6万 2260ABC オクタニタカシ、ソサン、イサムシンソーバンサン、K フィールドブックス4、サンゴショウの生き物2006年ヤマト、警告者 ISBN46 億3 5五0 6万616フェナー A、チェイス、ジュニア、ザ・コリディアン・シュリンプス、オブザ・アルバトロス・フィリピン・エクスペディション、1907から1910 パート7、ファミリーズエイティデイ、エウゴナトの違え、リンコジーンタイデイ、バサーアピリーマナライデイ、プロセシデイ、アンドヒッパリティデイスミソニアンコントリビューションス、ツーズーロジーナンバー587、スミソニアンインスティチューションプレス、ワシントン、DC1997。ありがとうございます。